今回はまたいろいろな足張り要素を加えてプレイしていきたいと思います。選ぶシナリオは夢幻のごとくと、選ぶ武将は織田家の中にいる明智光秀、難易度は超級、そして今回寿命はなしで設定しています。途中で終わってしまうのも寂しいものがありますので。さてこれでどういうプレイをするかですが、縛り要素、まず1582年6月、本来やれば本能寺の変が起きて織田信長が死亡して各勢力分断されるのですが、本能寺の変を起こさず明智光秀が1582年6月に独立をすると、そしてその後織田との同盟や停戦は禁止、また城を建てるのも禁止、最後に合戦で高確率で混乱を引き起こす特技も使用禁止と、このあたりの条件でプレイを進めていきたいと思います。果たしてこのような条件でこの巨大勢力に立ち向かっていけるのかどうか、ご覧いただけたら幸いです。ご命令ください。この出てきた武将、妻木弘子さんは明智光秀の妻です。ガラシャの母でもありますので、そういえばなんとなく理解はしていただけるかと思います。まず序盤に関しては丁寧にお見せしていこうかなと、やはり序盤が重要ではありますので、こうした家臣団とかの設定もしっかりと行っていきます。さーて最初何をやるかですが、まずは提案で武将何名かお返しします。この辺り下から数名弱そうな人を返すと、こうかな、多分この人数さえ返せばなんとかなるかなと、この後やりたいこと。そしてさらにもう早くも出陣させます。この辺りは夫婦で出陣します。東の方に出かけてもらいましょう。それと同時に人材の移動も、もみ城の方に残りは全部移動と、もうこのね西の方にいるだけでは先が見えてますので、東に活路を求めてやっていきたいと思います。でもみ城の方に武将が来たら、で明智光秀が通り過ぎたら、ここからも出陣をさせます。ここもあまり強い武将は連れて行かずで、出陣するぞ。このメンツで東を目指しましょう。さて狙うところはどこか、どこでしょうね。2月は特にやることないので、そのまま進めていきます。どこまで進んできたか、今ようやく大垣城あたりを越えてと、このタイミングで武田家滅亡に向けたイベントが目白押し。まずは高東城、西名さんがあっぱれな武士の最後を遂げてと、これでいくつかの武田の拠点が手に入りましたので、さらに先の方まで進めるようになっています。これは取引で家宝を買いたいんですが、高いんですよね費用が。なので家宝が買えないので、このままターンを過ごしていきます。そしてで武田勝頼もこれにて
最後を遂げると。これによって武田の拠点はすべて織田のものになりました。ここで武田の拠点すべてなくなりましたので、このタイミングで提案で転封を行います。このね、西の方にいるともう息が詰まるので東でのんびりさせてくださいと。ここ神父と小諸という、まあ、手もあるにはあるんですよね。だけれども距離が離れすぎてるのがね心配なので、深志と小諸という、これでやっていこうかなと思います。そして光秀は上田城を目指して、ここまで来たのはもちろん上田城目当てなので、さらに東というね手もないわけではないんですが、さすがに遠すぎるかなと。かしこまりました。で、深志の方に部隊が来たら、承知いたしました。またここからも出陣をさせていきます。出陣するぞ。出陣します。さーて、うまく攻撃できるようにして、このような編成で上田城を狙おうかなと。先月の終始です。報告いたします。そして本能寺の変が本来あった6月まであと1ヶ月。ここで提案で破棄。織田と徳川の中をここで切り裂きます。中から織田家を弱体化させていくと。あとは部隊の移動、小諸城へ深志城から移動をさせます。この他できることはもうどんどんやっていきましょう。まずは回収。まあそれしかできなかったとね言えるのですが、ここは黒人衆が少ないな。大丈夫か。上田城にはなんとか、今上田城に部隊が入ったのでここからも出陣させます。我が戦お見せしましょう。この角度から三方でと。小諸城に敵攻めてくるか。まあしょうがない、こればかりは上田城だけはね何としても取っておきたい。行きます。さて早いな、敵の動きが。大丈夫かこれは。そしていよいよ報告いたします。先月の終始です。運命の月1582年6月と。ここで何をするかですが、まずは提案で破棄で北条と信長との間を断ちます。そしてあとやるのはただ一つ、ここで独立をして本能寺の変は起きないものの、明智光秀謀反を起こして織田信長と戦いたいと思います。
ということで今回はここまでで終えたいと思います。この続き興味がある方はチャンネル登録して次回の配信をお待ちいただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。